こんにちは、スマッシュ TV です。キスマイフット2の北山博光さんが今年の6月7日公式サイトなどで8月31日をもってジャニーズ事務所を退所すると発表しましたよね。そんな北山さんも退所後は 2B に合流すると言われており、さらにはその日にちは9月17日になるのではと言われています。そしてこの噂の根源となった重要人物は元 SMAP の中居正広さんのようです。一体どう関係しているのでしょうか。今回は北山さんが 2B に合流すると言われている理由や中居正広さんとの関係についてまとめてみました。北山博光さんは6月7日この度私北山博光は2023年8月31日をもちましてキスマイフット2を卒業しジャニーズ事務所を退所する決断をしました。突然のご報告になり申し訳ございませんと報告しました。16歳で事務所に入所してから今日までたくさんの夢を見させていただいてきました。最高のメンバーと巡り合い切磋琢磨した青春時代を過ごせたからだと思いますとし、ファンや関係者にも感謝を伝えています。退所の理由としては芸能生活21年、もっといろんなことに挑戦し第二の人生を歩んでみたいと思うようになりましたと説明しました。退所後については具体的にはまだ決まってませんとしつつ、少しでも多くの方にたくさんの笑顔を届けられるようにこれからの時間を精一杯頑張りたいとしています。2002年の入所から21年、11年の CD デビューから12年で第二の人生を歩むために決断した北山博光さん、退所後はソロで活動すると見られますが、滝沢氏が主演した舞台滝沢演舞場滝沢歌舞伎シリーズにも出演しており、15年に行われたシンガポール公演にも参加するなど、昨年10月末に退所した親交の深い滝沢秀明さんと連携していく可能性もこの頃からすでに言われていました。そして今では滝沢さんの新会社 2B に合流するのは9月17日ではないかとファンの間では 2B 合流はほぼ確定で話が進んでいるようです。ではなぜここまで北山さんが 2B に合流すると言われているのでしょうか。そこには中居正広さんの発言がきっかけのようです。今年6月19日音楽特番音楽の日2023の司会者発表会見が行われました。会見には総合司会を務めるタレント中居正広さんと安住紳一郎アナウンサーが出席したのですが、中居さんから8月31日をもってグループを卒業する北山博光さんの今後について匂わせがあったようなのです。会見当時は出演アーティストは現在未発表だったのですが、キスマイフット2は過去12回も同番組に出演している皆勤賞グループです。北山さんはグループを卒業しジャニーズ事務所からも退所することを発表しているため、中居さんには北山さんに関する質問が投げかけられました。会見で北山さんにとって最後の音楽の日になるのではないかと問われた中居さんは、最後にならないかもでしょと可能性を否定。来年シングルを出して一人で出るかもしれない、それはもちろんお迎えしますよ、お前どんな面してくるんだつってとコメントし笑いを誘っていました。また今年7月13日放送の今回の中居さんの発言と北山さんのコメントを合わせて考えると、表舞台でのソロ活動を連想させます。7月2日には元 V6 の三宅健さん、7月7日には夜中3時のイケメンサマーシーズン3ではキスマイフット2北山博光さんがゲストとして登場し、中居正広さんのことで重要発言をしたと話題になっていました。3時のヒロイン福田麻貴さんは、私とファーストサマーウイカそれぞれどんな印象ですかと話を振ると、北山さんは福田さんは一見しっかりしてる方だなと思うんですけど、
中身は結構女性というか、必ず好きな人がいつもいる。恋してるイメージ、お酒とか飲まれると、ほやんとしたイメージがある、と返答。北山さんによると、食事をした時に、お酒が回り気分が良くなった福田さんは、今日楽しい、と絶叫していたとのこと。続けて、ウイカさんは、アイドルだったこともあったりして、自分の可愛い見せ方を分かってる。好きな人ができたら骨抜きになるタイプ。ぐにゃぐにゃしそうと指摘。すると、ウイカさんは、確かに今の旦那に限らず、普段サバサバガツンってなってるのを、振ってるから、全人類に対してガンガンに振っといて、こいつやと思った瞬間、ブーンって、と、北山さんの見立てが当たっていることを認めました。ここで、ウイカさんは、北山さんを可愛い目線で見たことがなくて、大回し系の人やと思ったから、中井さんの一派みたいな感じの、と、伝えると、北山さんは、まあまあ一派ではあるけど、と答えました。今回の放送にはネット上で、北山くんは大回し系の人、中井さんの一派、中井さん一派だと思ってくださってて、ありがとうございます、ウイカさん。ウイカさんの北山さんの印象は、中井くん一派でしっかりしているイメージ、などのコメントが上がっており、ファンの方たちなら、北山さんと中井さんが、仲が良いことはよく知られているのですが、そこまで二人に詳しくない人は、中井さんと北山さんの、仲良しな関係を知らない人が多かったので、そのことを公にコメントしてくれた、ウイカさんにファンは喜び、それを初めて知った人は、北山博光さんが中井正広さんについて、重要発言をした、と思ったようですね。中井さんは元ジャニーズで、現在、個人事務所の代表をしていますし、すでにジャニーズを退所することが決定した。北山さんととても仲が良いとなると、退所後の動きを考えてしまいますよね。しかし、北山さんは、滝沢さんがタレントを引退する、直前のラジオ、滝沢電波場で、4枚半もの手紙を読み上げ、そこでは滝沢さんから、最高のマネジメントとは尊敬されることだ、と学んだとして、この人のために何ができるだろう、どうしたらこの人が喜んでくれるだろう、と、動けるように育てていくことが大事。もし何かあったら、何でも言ってきてください。すぐに飛んでいきます。と、完全なるタッキー信者で、あることを公言していましたので、中井さんとも仲がいいけれど、中井さんはどちらかというと、頼れる相談相手で、北山さんは滝沢さんのためになることを、していきたい、という思いがあるので、中井さんの事務所ではなく、滝沢さんの事務所を選ぶはずです。また、ジャニーズ事務所を退所した後輩を、積極的に事務所に招いている、滝沢さんであれば、北山さんのことも間違いなく、呼び込むと思います。中井さんの発言を聞くと、すでに北山さんの今後の活動内容を、知っているかのような口ぶりです。また、落語家の笑福亭鶴瓶さんも、11日に放送されたラジオ、笑福亭鶴瓶日曜日のそれ、で、北山さんの去就について、以前から知っていたんで、と、コメントしています。中井さんと鶴瓶さんは、2001年から、ザ・世界仰天ニュース、で、共演している窮地の中です。また、一時は不仲説が、飛び交っていた中井さんと滝沢さんですが、本人自らこれを否定しています。中井さん、滝沢さん、鶴瓶さんという、後ろ盾を持つ北山さんは、最も安全で確かな表舞台への道が、用意されている 2B 入社を、選ぶ可能性が高いです。そして、2B に合流した、三宅さんがツアー予定を発言したり、平野さんと神宮寺さんが、ライブをたくさんしたいし、ファンと関われるような新しいイベントをしたいと発言したように、ファンとの交流の機会もジャニーズ時代よりも多いことがわかります。すでに平野さんがインスタグラムのストーリーの質疑応答でファンとの交流をしていて、今まではできなかった形でのファンサービスができていますよね。元ジャニーズが次々合流することから、ジャニーズ2号店と揶揄されることもある 2B ですが、
ジャニーズ時代ではできなかったことにも挑戦していっているので、第二の人生を歩んでみたいと語っていた北山さんには、信頼できる先輩たちの後ろ盾もあることからぴったりなのではないでしょうか。そして北山さんの退所予定日は8月31日です。そして北山さんのお誕生日は9月17日です。三宅さんも誕生日に 2B 合流の発表をしているので、北山さんも自身の誕生日に発表する可能性は高いと思われます。まだまだその日まで長いですが、それまでに 2B がどのような活躍をしてくれるのか見届けたいですね。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。